PA-18 スーパーカブ PA-18 から150スーパーカブ150パイパー PA-18 スーパーカブはパイパーエアクラフトが開発したプロペラ系飛行機。1937年にパイパー社が売り出した系飛行機 J-3 カブは軍民合わせておよそ2万機が生産されるベストセラー機となり当時の系飛行機の代名詞にもなった。 その改良型である PA-11 株スペシャルに続き1949年に登場したのが PA-18 スーパー株である。基本的な機体構成は、高翼配置の主翼に、オリン式の硬着装置という従来の株シリーズと同様のものだが、強化された機体フレーム、2個の主翼内燃料タンク、拡大された尾翼などが採用されていた。 エンジンは95馬力から150馬力の間の様々なエンジンが搭載され、改良により優れた短距離離着陸性能を持つ扱いやすい系、飛行機へと進化していった。スーパーカブは交換ホニャにハフバリという旧式構造の機体だったが、それ公然金属製のセスナ機よりもはるかに安価であり、民間はもちろん各国の軍隊にも練習機や連絡機として採用され、 またしてもベストセラー期となった。1981年に生産が終了すると、パイパー社の販売代理店である WTA 社へ本機に関するあらゆる権利を譲渡したが、パイパー社は1988年に生産を再開し、1991年に会社が破産宣告を受けるまで少数を生産していた。総生産数はおよそ1216機で、今日でも 練習機やグライダー栄光機として人気を博している。所沢航空発祥記念館にて展示されている L-21B 編隊を組む保安隊の L-21。ありがとうございます。